背泳ぎを基本教わって、なんとなく泳げるようになったっていう泳ぎ。いや、やばいですよ、ね、っていう感じ。両手を前にします。はい、上向きで。この両手を、手のひらを下向けます。で、この時のポイントとしては、肘から先だけが回らない。しっかりと肩、肩甲骨までが一緒にぐるっと動く感じ。なのでこの返した時にしっかりと肩甲骨が上がって、肩をすくめるんじゃないんだけど、肩が上がっていく感じが理想。これが上手にできるようになると、背泳ぎも高い位置でのキャッチが上手になります。